今日はですね、なんで転売が人気になるのか、そして人気の転売で挫折者が多いのかってことをお話します。それはですね、前回の吉谷さんの放送でもありましたけども、目の前の人にお金をくださいって言えないからなんですよ、ね、メルカリとかアマゾンとかヤフオクの転売やっててお金くださいって言う必要ないじゃないですか。価格を人知れず設定して、その価格でいいなと思う人が寄ってきて、もう購入そして交渉っていうの流れになりますよね。だからお金をくださいっていうふうに人の目を見て言う機会を奪われてるんですよ。逆に言えばそういう商売の仕方から逃げてるんですよね。転売をされる方はほとんどの方はそうだと思います、じゃないですかね。で、目の前の人にこれ 39,800円ですって言えれば、それ39,800円の売り上げが上がる、要するに稼げる可能性が出てくるんですよ。で、商売っていうのはもうそればっかりなんですよ。営業っていうのはね、商品の良さを分かっていただいて、お客様に信頼関係を作ってアフターフォローのそれお約束をしてですね、その上で39,800円です、59,800円です、126,800円ですということなんですよ。そうするとですね、その価格で見合った商品だなと感じた方は支払いに進むってことなんですよ。このプロセスを避けて通ってビジネスで成功するとかね、稼げるってことはないです。1億円を稼ぐために私は何回お金をくださいと、19,800円ですと言ったことが分かりませんよね。いつの間にか振り込まれてたみたいな、その随分後なんですよ。そうじゃない、最初はですね、これ19,800円です、速稼塾は198,000円ですと、398,000円ですね、こんな形で言ってたんですよ、セミナーでね。価格言うしかないじゃないですか。価格が分かるから、それに期待を込めた人がお金を工面して払うかどうか決めるわけなんですよ。で、多くのね、稼ぎたいんだって言ってる方がなんでね、このね、目の前の人に請求ができないのかね、請求できないのはもうしょうがないかもしれません。請求できないからといって投資に走ったりね、転売に走ったりするからもっときついですよ。なぜならそこにはですね、お金をくださいって言えない人が山のようにいるんですよ。同じような状況の人がもうひしめき合ってるんですよね。で、過当競争なんですよ。で、自らレッドオーシャンに飛び込んでブルーオーシャンに飛び込まないんですよ。じゃあブルーオーシャンは何かっていうと、目の前の人にお金をくださいと言える人ね、これになることっていうのがブルーオーシャンなんですよね。だってこれをみんな避けてるわけですから、稼ぎたいです、稼ぎたい稼ぎたいって言ってる割にはお金くださいって言わないんですよね。誰かね、私に対してセールスをかけてきてお金をくださいって言ってみてくださいね。誰か言ってみてください。本当にそれがないと商売できないですよ。はあ、分かりながら私はね、ビジネスのセンスがだいぶあると思います。ですんで、あなたが提案してきた価格と商品どういうふうにマッチングしているのか、ミスマッチしているのかはきちんと分かるつもりでございます。ぜひね、セールスを仕掛けてみてください。それではですね、これからも目の前の人にお金をください、いくらいくらですっていうふうに、ね、言えるように発声練習していきましょう。いってらっしゃい。